うん。すごく良かったです。ねえ、なんか元気なくない？ライブ本当は良くなかった？いや、本当に最高でした。でも、お姉さんすごくキラキラしていて、私なんかとても。私って実はさ、高校まで教室の隅でじっとしているネクラちゃんだったんだよ。え？あ、やっぱわかる？陰キャ同士は惹かれ合うって本当なんだな。でもある時、自分の将来想像したら、普通の人生すぎてつまんねーって絶望しちゃって。真逆の生き方してやろうって思ってロック始めたの。楽器屋でベース買うのも、ライブハウス行くのも、最初めっちゃ怖かったし、酒飲み始めたのも、初ライブの緊張をごまかすためだしね。初めて何かするってのは誰だって怖いよ。でもぼっちちゃんは路上でもストーリーでもライブできたじゃん。しかも先に頼らず。お姉さん、自分にもっと自信持って。無理なら酒でドーピングもあり。いや、未成年なので。でも文化祭ライブよかったら来てください。おイエーイ、その意気だ。壁の修繕費プラス10万加算しといたからね。あっ。